トールは信じてあげな。疑うなんて誰にでもできる簡単なことだし、トールは信じてあげられる子になりな。それはきっと誰かの力になる。お母さんを亡くしテント暮らしをしていた私を受け入れてくださった相馬の方々にはある秘密がありました。異性に抱きつかれると十二種の動物に変身してしまうのです。皆さんにかけられた呪いの正体とは一体何なのでしょう。そんなに必死で隠すほど僕は変なの？人間がネズミに変身するなんて変に決まってるんだ。目の前が真っ暗になる。窒息していく。心が、言葉が死んでいく。十二支の俺たちだって人間だよ。相馬くんの優しさはろうそくみたいです。パッと明かりが灯るのです。私は嬉しくてにっこりしたくなる、そんな優しさなのです。そろそろ本来の姿のこともきちんと受け止めなくては。受け止めてるよ。気持ち悪い。ビリルだ。これが猫のもののけの本来の姿。やめろ、話せ。嫌です。キョウ君の弱音も私に聞かせてほしい。辛いことも怖いことも弱いこともちゃんと教えてほしい。悩ませてほしい。バカみたいだ。そんなこと絶対誰も口にしてはくれないって思ってた。トール、いいざまだな、アキト。どうせ最後に思い知るのはあっちなんだ。歯でも骨でも持っていけばいい。大切なのはそんなものじゃない。手に入れてみせるさ。そのためならどんな偽りも利用も。あの日の夢を永遠にする。私のこと好き？嫌い？ああ？たとえ教訓が本当の姿になったって。いい加減にしろ。教訓は知らないから。私があの時、ママは僕を知らない、忘れちゃった。体中で拒絶してた。僕を見ないようにしてた。そして僕はママの記憶から消えちゃった。僕はママを助けてあげられたのかな。俺の初恋はユキだから。てめえなんか大嫌いだ。俺が笑われんのはお前のせいだ。俺が間抜けなのもバカなのも。君はそうなの？本当にバカなの？バカじゃないよ。うん、分かった。これ以上相馬に関わるな。もののけに疲れ続ける相馬家は呪われている。まさか一番大事な人の記憶を、一番大事な思い出をこの手で消すことになるなんて。ごめんね、ハトリ。後悔してるんですか？あの時はああするべきだった、あの時はああ言うべきだった、そんな風にね、いろいろ分かってくる。トールくんって君に少し似ていたよ。人のことばかり一生懸命になったり。僕はそういうのに本当弱いな。ねえ、お母さん困らせて楽しい？お母さんが大好きだから言えなかったんですよ。大好きだって気持ちを貫きたくて。なのに、なんでこんなガキなわけ？何もできないくせに。ヒロさんは何もできなくないです。キサさんを守る勇気があるのですから。
私なんかきっとこの世に生まれてきた理由もないのだろうから、いつか誰よりも一緒にいたいと願ってくれる人に会えるかもしれないですから。無敵の友情だな。はい。あの頃見上げる空は震えるくらい寂しく見えた。不思議、いつの間にか優しく見えて伸びてゆく影が一つじゃなくなった。それだけのことなのに。素直に振り返ればもうそこにトールは立っててくれたんだ。一緒に、私トールの親友になりたいんだ。一緒に、一緒にいたい。お母さんにいっぱい愛してもらって、素敵なお友達が二人もいてくれて。どうして気づかなかったんだろう。相馬くんたちに優しくしてもらえて。気づいてやれなかったんだろう。感謝しなくてはいけないことばかりなのです。帰りたい、帰りたい。それなのに帰りたいなんて。欲しかったものがある。みんなが笑っている場所、みんなが離れていかないような自分、温かいところ、温かい人、あるんだ本当に。楽しそうだね。来てるんだってここに、アキト。みんな大好き。寂しい子だね。思い知らせてあげなきゃダメかな。もう嫌だ。どうして泣いてるの。お前のせいだよ。俺のせいで死ぬまで幽閉してやるからな。僕のそばでみんな生きて死ぬ。私は呪いを解きたいって思っているのです。